2020年10月版牛すき鍋膳単品大盛りで食べてみた。税別価格牛すき鍋膳単品548円大盛り足す100円。2020年10月版食べた感想、肉量結構多い。通常盛りのサイズまだ食べていないので比較は分かりませんけど、黒毛和牛牛すき鍋膳よりは肉量多い気がした。肉質は和牛ほど柔らかくはないのかもですが、通常の牛すき鍋膳の肉も硬いと思うことはなく、むしゃむしゃ食べれる。味にこだわる人でなければすき焼きの割り下の甘さ考えると、どちらでも大して差は感じない気がする。具で黒毛和牛と異なるのは麩がないだけ。細かなネギは今期からでしょうけど、ネギ、人参、きしめん、豆腐、白菜、玉ねぎなど前年度のものとほぼ同じ構成。甘さは今期の方がくどくなくて比較的食べやすい感じはする。会計価格は700円超え。年々じりじりとすき鍋膳の価格は高くなってきている。一食で半日分の野菜となっていますが、牛すき鍋膳だと単品でも糖質は高いのがネックなのでした。今期辛い鍋がないですからね。